こんにちは、エヴァとたけしです。今回は、嫌なことをやめる力を身につけるためにはというテーマでお話ししていきたいと思います。嫌なことをすると嫌な気持ちになります。嫌なことをされると嫌な気持ちになります。嫌なことをすればするほど嫌な気持ちになることが多くなり、精神状態が悪くなっていきます。嫌なことをされて、 嫌な気持ちになるという体験を繰り返すことで心が消耗していきます。心の状態が悪くなると楽しいことを考えられなくなります。ネガティブに考えることが多くなり、どんどん心が疲弊していきます。私はこの苦しい状況から抜け出すことができない。これからも辛い毎日が続いていくだろうと悲観的になり、不満な現状を変えるための行動を起こすことができなくなります。 辛い状況にはまってしまうと、今日も嫌なことをしなければいけない、今日も嫌なことをされるかもしれない、とネガティブな予想ばかりをするようになり、今日は何かいいことが起きそうだ、とワクワクすることができなくなります。嫌なことをやめることができる、嫌なことから逃げることができる、というのは、機嫌よく生きるための大切なスキルです。嫌なことに耐えられない、というのは、 自分を守るための大切な能力です。気分よく生きていくためには、嫌なものは嫌だと感じる自分を肯定し、嫌なことをやめる力、嫌なことから逃げる力を磨いていくことが大切です。嫌なことをやめるためには、まあ、この先どんなことがあっても、自分のことだから人生を楽しんでいるだろうと自分を信じる必要があります。そのような自信をつけるためには、 私はどんな状況に置かれても人生を楽しみますと決めることが大事です。貧乏になったら貧乏を楽しみます。孤独になったら孤独を楽しみます。失敗や挫折をしたらそれを乗り越えることを楽しみます。不安や恐れがあっても自分を楽しませることを考えます。他人から否定されたら自分を肯定することを楽しみますと思うことで何が起きるかわからない 未来に進んでいく勇気を得ることができます。どんな時でも自分を大切にする、自分の味方であり続ける、自分を守ると思っていれば、逆境に直面しても自分にはやるべきことがあるから大丈夫と安心することができます。どんなことが起きても自分を楽しませることだけはやめないと決意できていないと嫌なことをやめる勇気を 持つことができなくなります。自分を楽しませることが最も価値のあることだと決めていないと、それ以外の価値観に縛られることになります。例えば、正社員でなければいけないという価値観にとらわれることで、苦しい状況から抜け出すことができなくなります。この会社を辞めたら再就職できることはまずないと考えることで、心が病んでしまうまで辛い状況に 買い続けてしままうことがあります高い収入をもらうことに価値があるという思いにとらわれることで、セクハラやパワハラを受けても、この収入を諦めるわけにはいかないと我慢することになります。逆に自分を大切にすることに最も価値があると決めていれば、こんなアホみたいな上司の下で働くことはできませんと思うことができます。今この会社を辞めたって、 自分の価値が下がるわけじゃない。私が自分の味方であり続ける限り、自分の価値が下がることはないと思っていれば、さっさとやめることができます。自分の機嫌を取ることに一番の価値を置くことで、いつでも嫌なことをやめられるという最強の武器を手に入れることができます。自分を大事にすることに最も価値を置くことで、いつでも嫌なことをやめることができるという強さを、 手に入れることができます。どんな時でも自分を大切にするという芯がしっかりとしていないと不安や恐怖に振り回されることになります。この人と別れたら一生恋人ができないかもしれない。離婚したいけど別れたら食べていけないかもしれない。このグループから抜けたらもう友達になってくれる人はいないかもしれないと不安になり、 苦しい関係を終わらすすことができなくなくります私たちは多くの時間やお金やエネルギーを費やしたものに執着する傾向があります。今更辞めるわけにはいかない。今更別れるわけにはいかない。と自分を幸せにすることがないものにしがみついてしまいます。それほど多大な時間とお金とエネルギーを注いだのに欲しいものが手に入らなかった。 だから、やめた方がいいという事実から目を背けてしまうことがあります。嫌なことはやめた方がいいと分かっていても、なかなか決断できない時があります。これまで多大な時間とお金とエネルギーを費やしてきたことをやめるのは簡単なことではありません。なのでまずは、どんな時でも自分を大切にする、どんな時でも自分だけは自分の味方であり続ける、など、 何でもいいので、自分が最も価値を置くものを決めることです。私はこれを大切にしていきますと決めれば、それ以外のことはあまり重要ではなくなります。自分にとって必要ないものがわかれば、まあ、これはやめても大丈夫そうだなと決断できるようになっていきます。ということで、何よりも先に自分を大切にしてもいいという気持ちを育てていくことで、 嫌なことをやめることができる強さを身につけていってほしいと思います。自分を大事にすることに最も価値があると決めることで、ぶれない自分を作っていきましょう。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら、いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では素敵な一日を送っていきましょう。